こんにちは、あるいはこんばんは。整体院岩堂です。本日のお騒がせゲスト、どうもおもたまいた、おもたまいた、はいはい、くるりんくるりん、どうもシュラニョウです。もう愉快な仲間たちです。どっちから自己紹介いきますか？こっちからいきますか？こっちから、やっぱり気になるじゃないですか。ちょっと今日ね、初のちょっと。じゃあちょっと待って、一番オチにしよう。オチにしよう。こっちからいきましょう。あ、どうもシュランニャマの嫁の笹野ゆりと申します。離婚調停してます。よろしくお願いします。どうもメガです。そう、離婚調停中なんでね。じゃあ一個飛ばす？一個飛ばしてください。ニャマ飛ばして、はいどうぞ。はい。闇ヘビと申します。コスプレやってます。よろしくお願いします。はいよ。かっこいい。最後にめっちゃかっこいいですね。あざます。だいぶ色落ちました。ここら辺の色ちょっとさ、おそろな感じしない？おそろな感じがする。読めてる、院長リスペクトなんで。ニュアンスですか？ニュアンス。嫁も見てるんで。ずっと気になってる子。気になってる子ね。みんなも気になっちゃうでしょ。ありがとうございます。じゃあ自己紹介お願いします。フェチモデルやってます。煙と申します。よろしくお願いします。よいしょ。やめて。まあ詳しくはツイッター全員の貼っとくんで、はいよろしくお願いします。大きなお友達はですね、登録して応援してあげてください。で本日はノーリアクションボキボキ挑戦していただくと。イエイ。頑張ります。頑張ります。最近あれですね、やっ最近うちのオリジナルコンテンツということで。そうですね、なんか結構見てます。あれ結構多いですね。あれ絶対声出ちゃうから。出ちゃうからいろんなもの。それを映していいものだけね出していいの。そうですね。最近はねティーバッグすらダメっていう YouTube。そうね。しかもそうそう男性のティーバッグもダメ。めっちゃいますか。この人広告外されてませんでした。剥がされました。そういうのありますんでということで。でもちょっと突っ込んでほしいこれに。ちょっとしわしわ。まずね、まあユアンダーズ T シャツでしょ。でしわくちゃ。そうリュックに入れて持ってきたんです。でもすごくない？私ちゃんといや院長これ着替えるこれ着たいっすって言って自分で持ってきました。偉いね。自前ですね。自前です。はい偉い。気になる方はねみんな購入してください。ちゃんと宣伝してるんですか？いかがですかこれ？これ4000ですね。4000か。いやこれわざわざねこれコンビニに来ていくとそれ知ってますよって。すごい YouTube 有名人だ。言われますよ。まあそういうことで。まあ、ニャマ以外はボキボキしてて初体験ということで、まあ、皆さんねリアクションの方を楽しんでいただきたいということと、はい、今回から、12 Pro Max で撮影とイエーイ新しい機械質がいいそうじゃあそういうことでじゃあやっていきましょう。エッチな顔したらもう顔に一気に持ってっていい大人の大きなお友達の顔で右手で右胸を押さえてください。パイガード。そうそうそう。うん。で肩とか開いて。そうそうそう。もうなってるから。でダラッとしてじゃし。出ちゃったね。なんでそんな小声なんですか。ノーリアクションだから。いちいちエッチな声出るねこの人。好き。エッチな。付き合ってほしい。笹野エッチなの。でお前ツイッターのアカウント持ってる？持ってないの。作れあれはコニーなんちゃらなんだっけコニーウエストいやそれまだコニーウエストの方がいいかなコニーウエストかけちゃおうかこれ触ってこれはいここら辺これいらないでしょいらないですね消えてほしいっす触ってあ減ってる本当に見てもわかるそうだとわかるでしょへこむありがとうございます今度反対向きですはい普通にボキボキ音鳴ってんの好きっていう人ももちろんいると思うけどでも半分半分ぐらいじゃないですか。でもほぼほぼが音です。結局ねうち8割ぐらい男性なの視聴者。でそれは要はボキボキ動画繰り返し見まくってるのは男子。ライブ配信とか女性の方が多かったりする。アイドルだからね俺。この前もライブ配信されてましたもんね。なんで知ってんの？いや、私登録してますもん。あ、そうなの。やめて。そしたらダラッとしてでノーリアクションで。小声ならマジやめてほしい。微妙な空気になるのやめましょう。まだこの点点点点。どこ一人でエッチな顔してるからさ。いやしてなかった今。気のせい。ちょっとしたかもしれない。一瞬口かみにした方がいいかもしれない。まだレッド顔出しできないからね。デビューして収入が安定したら顔出しする。ありがとうございます。めっちゃ縮みました。で一回ちょっと仰向けになって。仰向けではい。この指示ちゃんと分かるってすごい。私4回も撮影してるけど全然分かんない。なんか二回りぐらい入りましたね。そうでここも骨も縮んでるでしょこれ。はい骨盤がここの高さがもう一回ちょっと締め込んじゃうからね。おじさん上に乗っちゃうけど大丈夫？あ大丈夫です慣れてるんで。慣れてる。カメラ。どうなってんだよレッド。普通は患者さんでもこうやって剥がれつかめたかじゃあれシャ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 ってやるんだけど今日は。だらっとしてね、そう力抜いて。じゃもう一回組んでて。めっちゃいいよ。下手したらさ、知らない人がさ、これを見たらさ、AV マッサージ師と勘違いされてもしょうがないですよ。確かに。これ着てるじゃない。ノーリアクションだから。だらっとしてよ。もっと近く。出ちゃった。こらえちゃった。これ背中なかなか凝ってんね。肩甲骨はつかめるんですけど。うん。これ結構ひどいよこれ。よいしょ。はい動かして。明る。条例。ありがとうございます。やるやんって。黙れは難しいです。力抜いてだらっとしてね、背中、お腹も力。もっと力、そうそう、頭。なんちゅう顔してんだレッドお前。右手で右胸。右手はい、合ってる。よし。いい音出るのか。私も高校へスタイル。力入ってる。最高じゃん。出ちゃった。今日山一じゃない。でもね、今汗バーって出るからマジ。おつゆって言えよ女の子。おつゆ。お汁かな。下品なんだよ。下品なんだよ。お汁かな。ダラッとして出るかも一発。頑張ります。静かにして。無理だった。しかも大してならねえし。最近の悩みっていいですか。なんか12月からめっちゃ心臓痛くて死ぬんかなみたいな。え、何が？ここ。恋だよ。ただの肋間神経痛だよ。何それ。肋間神経痛っつって肋骨の上にある肋間神経が痛いだけ。え、それ何なんですか？ストレス。ストレスだって。ちょっとびっくりしちゃった今。ナオペの方とのライブ配信。あ、見ました。いや、すっげえと思って。あ、ようくんとな。お前だってフォローされてんじゃん。されてます。なんか猫チャンネルよく見てるよって。さて、マテンロペラの公式チャンネルの方のライブ前の垂れ流しの楽屋前動画にも俺とようくんでこうやってやつよ。どういう関係性なんですかそれ。サイレント。練習をするサブチャンには個人別に分けとこう。あ、そうですね。個人別ダイジェストにしといてツイッター貼っとこう。その方が行くのは行くもんね。サブチャン結構最近すごいですね。そう、K2 100本ボキボキ始めたからさ。うん。まあ動画は何本あってもいいですからね。そう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 。いやサブチャンあと80人ぐらいで1000人行くから。普通にやっちゃった。私お酒が大好きなんだ。もうすぐ誕生日だからプレゼントが欲しいな。テキーラで。いろんな子供に合わせちゃいけない存在だよっつって。これサイレントできるかな。なるべく結構近くていいかな。いいぞ。静かになぞ。暴力振るっちゃっただろ。もっとください。好きだからなるかな。だらっとしてもうちょっと腰前に出す。で、どう？だね。めっちゃいい音だったね。うん。ちょっと待って。あ、なくなった。すごいよね。すげえ。ちょっと仰向けになってみる。で次の日あれだよ、写真撮ると結構綺麗になってる。寄ってる。明日ファンチやったんだけど。違う。わかる。だんだん一週間ぐらいにこう整ってる。いい顔してる。下から見るといい感じの顔してた。いやこれ。どう？うわ。今度こっちやで。めっちゃ静かなメインに映んないとカメラワーク大変だからね。本当さっきと全然違う。やばいでしょ。うん、やばい。多分ね、初めての人はこれでもうん出ちゃうんだよ。あ、なるほど。そうそうそう。ちゃんとこうっつって言いました。え、ちゃんとピーうんだよ。自分で。そういう時はこっちを向くんよお前。メインでボケとんのだから。頑張れ。頑張れ。よろしいですか。でした。もっと欲しかった。じゃあそのままね。首はいくかもしれないですよ。首でな、勝負かけ。首で勝負。いい音が。こう2回鳴らす時って腰とか右左って。片側で鳴りまくると片側はもうほぐれちゃってるんでね、ちょっとそうすると鳴りがちっちゃくなる。衝撃波で筋肉が緩む。で肘を前、そう。で力抜いて。オッケー、取っていいよ。めっちゃ鳴った。すごいですね。すごい。来てるわこれ。ここ。携帯ばっか見てる。見てますね。力抜いてね、痛くないからね、だら。はい。そうそうそう。すげえよ。力抜いて。すげえ。折れました。パコーン言ったから今。やりました。ヤミさん折れました。あ、ほぐれましたね。めっちゃいいな。今一瞬死んでました。わかるわかるさ、微妙な顔になるよね、本当に。心失う。そういう時は俺の顔とうんやお前。ってせっかく作ったのに。めっちゃいいことに。それやられると本当にどっか行くよね。みたいな。どう？さっきより全然回る。すげえ。よし、オッケー。でだらっとして。最高になりましたね。いい音ね。痛かった？痛いっすね。痛いっすね。ほら肉質がやっぱちょっと特殊に柔らかいからね。ケツの上やばかったもんねだってね。うん、右手右胸。お尻まじり柔らかい。おさわり OK 系だったら触られまくるようなケツな。OK 系ってちょっと下手な風俗なんてやめてもらって。すみません。これ回ってるね。回ってる回ってるんですか。いった。ノーリアクション。死んじゃった。首振ってる。死後硬直みたいな。院長の患者さんに座骨神経痛の人います？腐るぐらい。治った人いるんですか？園君。この肉質がね、多分特殊なんで、これ多分全部そうだと思うんだけど、ねじった時とかも超伸びんの筋肉。ビヨーンって。あったことないわ。だから耐えられんのよ。筋肉が固まんないから。私ちょっともう一回聞きたいな。いや痛いの得意なんですよね。痛いの平気なんだよね。痛いの平気ですね。これは痛いっすね。これは痛いっすね。超よくそよくやってるからね。腰が痛くないのかな。いいんだ。そうですね。もう小さいですね。小さいでしょ。骨になってるここが。でだらっとしたら痛くない。力抜いて、そう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 で大きく吸って全部吐いて。全然関係ないとこになっちゃった。この中だった。関係ないとこになっちゃった。すごい肩のとこでなった。ならねえとただ抱きついただけ。セクハラおじさんになっちゃいました。背筋伸ばした方が良かったですかね。うん大丈夫大丈夫。力抜いてれば大丈夫。しっかり指はしっかり。そうそうそう。でだら。取っていいよ。いい音生まれましたね。いい音なった。痛いですね。耳紫ないよ。染めたばっかだからね。痛っ。院長それは地獄。これ痛いよ。痛くない人もいるから。まあね。シンプルに気持ちよかった。生きてます。五輪中です。何時何時何時時計ないわ。21時56分。さよなら。五輪中です。首も。ということでした。まずこれは完成品の後に出てるやつだな。このオープニングとない。了解です。ということですね。で各自のやつだけダイジェストでまとめた版のやつは。サブちゃんの方にそれぞれ上げて、その各自のツイッターのアカウント貼っとくんで、このダイジェストはサブちゃんに各自の載せとくんで、見て。サブちゃんチャンネル登録して待てよ。見てください。チャンネル登録しろ。高評価しろ。急に貼ってびっくりした。ということで告知ありましたら。そうですね。前回の動画見てくれた人だとわかると思うんですけど、企業案件いただいたって言ってたと思うんですけど、まあ無事ちょっと決まりまして。ちょっと4月にお店をオープンすることになりました。ちょっと競泳水着っていうエッチな。競泳をしてる選手に失礼ですから、エッチかどうかは人次第です。そうですね。見る目はちょっと個人それぞれなんで。競泳水着の何の店？コンセプトカフェです。言い方はね。そうですね。エッチのお店じゃないです。でも服装はどんな感じですか？そうです、水着ですね。水着ですね。水着でお出迎えしてます。ちょっと。ちょっと切実にちょっと私の名前が変すぎるからアルバイトが来ないんですよ。本当にアルバイト募集中なんでよろしくお願いします。それアルバイト募集はなんかどこに？僕のツイッターでも何でもいいんで、一応そのお店のツイッターとかもあるんですけど、まあ僕が店長なんで一応。店長に直にってことで。店長だよ。店長なんかすごい不安って言われるの。ここまで。不安って言われるけど大丈夫だよ。この道長いから。まあ概要欄に。貼っときますんで、よろしくお願いします。そういう感じで働きたいなという人とかね、あとまあちょっとニャマのツイッター見て、ああなるほど、最近競泳水着多いのはこういうことかっていうふうに納得しました。そういうことなのね。そういうことなんです。出世したよ。出世しました。でもあれですよね、男性視聴者が多いんですよね。ボキボキやっちゃったらね。そうそう。じゃあこいつの競泳水着カフェみんな行ってもろて。そうですね。みんなでね、新橋にオープンするんで。新橋なんです。サラリーマンの皆さん。サラリーマンの皆さん。大きなお友達待ってるよっていうことで。ありがとうございます。オープンは決まってるの？いつ？あ、4月の15日に決まってますね。一応プレオープンみたいな感じで、まあ一応まだねコロナとかがあるんで、まあ不安な方はちょっと夏頃に来ていただいても、まあちょうどねおろすの時期なんでね。様子見みね。ちょっとね本当アルバイト募集中なんですけど、ちょっと男性のアルバイトじゃなくて女性でお願いします。男性のすごい来るんですよ、男性の方で働きたいんでちょっとごめん。いや俺も一瞬ちょっと迷ったから。来ます？次の撮影。俺今日水木いいですよ、持ってきてきますよ。まず YouTube から動画消される。Google 様に怒られる。私が好みで着てますよ。その女子用でしょ。女子用。ちぎれる。ピッチピチ。ただでさでっかいからさ。いやでっかいからいいんじゃん。締め付けられてるのが。いろいろな。ということで。ということで皆さん楽しんでいただけたでしょうか。概要欄から Twitter の方貼っておりますから皆さんの戦闘力になります。ね。フォロワーの数戦闘力。53万ぐらいいきたいですね。あ、なるほどね。フリーザ様のところで。フリーザ様に並びたいんで。今どんぐらいいんの？24,000人です。あ、足りない。でもあと50万。そうですね。50万ですね。あと戦闘力までちょっと足りないんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなもでもツイッターをフォロー欲しい感じなんで。まあフォローしてくれたらありがたい。子さんになります。私なら。あ、今なら子さんになれる。まだ4桁もいってないです。お、やった。やっちゃおう。発掘。子さんアピしてください。子さんアピぜひ。子さん楽しいっすよ。ツイキャスがすごいやばいことやってるっていうのやばいことやってるんで衝撃が走りましたんでぜひ衝撃が見てこういうことやってるかもと思った人ちょっと一旦行ってみてください。はい、ぜひ。ただしね18歳以上の人にしましょうかね。まあ全員ちょっと大きなお友達待ってるよ。大きなお友達待ってるよということでよろしいですか。もうなんか今こそやりたいことある最後。何？これやってない今日。何これ？今日はもういいか。いや絶対待ってるって。いやじゃあやってみて。ドキドキさせ遠い。ねそこ。じゃあまあそういうことでよろしいですか。大丈夫ですか。大丈夫。ベビちゃんなんかない。なんもね。危ない。もうなんも言うことね。言いたいことはツイッターで言うからフォロー。はい。そうそう。女子大生レイヤーなんでなんかこいつとよく売名とか離婚調停中ですけどまあビジネス有利として仲良くしてるんで。よくわかんないです。難しいね。だってイベントでやってるもんね。そうですね。まあそんな感じですんで。でも全然人来んのイベントやって。来ますよ割と。楽しいっすよ。それはリピートする感じ。リピートする感じですね。私はリスの肉をしたたとしたりとかする。したたとね。脳みそ塩かけて食うとうめえだぞ。そうそう。うまいですよ。食べたいね。まあ興味ある方はね全員のツイッター見ていただけたらわかると思うんで YouTube じゃ過激なこと言えないんでね。そう言えないんでリス食いたいぐらいまでいいと思う。そうリス食いたい。これまとまるんですか。後でぶん殴っておきます。ということでした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。